疲れ様です。お疲れ様です。寒いっすよ。というか、ここはどこですか？ここ。とりあえず、二人で抜けてきたっす。ああ。現場を。もうやりたくないんで、足場。ああ、もうやりたくない。やっぱしんどいっすか？冬と夏に、やめたくなりますね。はい、だけど冬は良くないだもん。走ればさ。雨降った時の冬、最悪ですよ。そう。そういう環境でも普通に仕事はあるんですよ。どんな関係ないから、でも。ブラックや。足場業界はブラックだよ。特にこっちの方、自分来て思ったんですけど、めちゃ寒いんですよ。全然違う。全然違います。え、もともとどちらでしたっけ？静岡の浜松っていうところ。ああ、浜松。気温もっと高いですか？あったかいっすね。でもそんな距離ないっすよね。そうですよね。でも全然違うっすね。夏は暑いって言いますもんね、この辺。で、冬は寒い。地獄じゃないですか。そのしんどいって感じるのはもうその環境ぐらいですか？まあ腰やられるんで。ああ、肉体的に絶対腰は鍛えた方がいい。筋トレとかでも絶対ぎっくり腰とかになるし、ヘルニアにもなるし。35には足場引退したいっすもんね。いや、俺も多分30超えたら偉いかもなと思う。で、35からまあ現場管理とかそっちに移行したいなとは思うんですけど、もう現場でガツガツなんてちょっと考えますよね。だけど現場抜けたら抜けたらさ、なんか絶対あるじゃん、そういうの。やりてえなと思うし。現場監督みたいなポジショニングが一番いいんですよね。指示して下で荷物運んだりとか材料運んだりぐらいで、あとは実習生とかを教えるっていう感じで動きたいですよね。すごいしっかり考えられてますね。翔さんも同じ感じですか？やっぱ足場やりたいですね。あ、現場で、うん、でも3もう体が持つ限りは僕はやりますよ、はい、あ、職人さんによって違いがあります。そうっすね。だけどトシ君なんかすごいよね。すごいですね。もうあの人は生涯職人って言ってますからね。あ、もう自分で。お二人はあのもし足場されてなかったらどんな仕事を？いや、なんだろうな、俺でも、はい、足場やる前は引っ越し屋やって、はい、あ、そうだった。2日でやめて。あ、2日でやめて。で、塗装をやって、はい、1ヶ月でやめて、はい、焼肉屋行って1ヶ月でやめて、はい、足場になった。あー、一回塗装挟んでるんですね。そう、挟んだ。へえ。なんで足場で落ち着いたんですか？楽しいなと思ってたっすね、僕は。へえ、仕事が重いよね、なんか。そうですね、自分も2年塗装かじっとるんですけど、はい、まあ若い時って高いとこ乗ってる人かっこいいなって思って、で塗装の給料もやっぱり足場の給料と全然違う。あ、そう。足場一本に絞ってみようかなっていう感じで絞りましたね。確かに小さい時は普通にトビの方すごいなって普通に尊敬で見てましたもんね。何も思わんかったっすよ。かっこいいとこ何も思わんかったっす。もうやってみて楽しみて楽しかったんで。どういうところが楽しいんですか？足場って。僕高いとこ好きなんで。ああ、それはでも共通じゃないですか。うん、ジェットコースターとかも好きだし、はい、スリルがあったから落ちることなんて考えてなかったもん、ね、考えてないですね。ああ、もう怖いとかそういうのはみじんもない。それこそ何年も前なんて今言ってるようにハーネスとかってあんま言っとらん時期で、うん、ないね。分かったね。それこそ安全帯一本でハンマーとガチャだけ刺して乗ってたんで、今は安全っていうもんで先手すり入れんと。本当に僕は18、19の時はもう僕もそんな感じだった。なあ、5年ぐらい前。今はもう逆に怪我してなんて、もう安全帯もちゃんとして、はい、落ちたらね、はい、ないもんね。またちょっと話戻るんですけど、もしその若い頃に戻れるんだったらまた足場やりますか？俺どうだろう、大学行っとるから。あー、勉強。大学生活って始まってみたい。やりさんみたいなのあるあるよね。そう、同期それで。翔くんそれだけじゃないですか。それだけ。あー、めちゃめちゃ楽しそうですもん、ね、絶対楽しい。見えますよね。でも自分は多分なんだかんだ足場戻ると思いますけど、ね。あー、そうなんですね。やっぱ自分中卒なんですけど、はい、周りが高校とか行っとる間に、うん、はい、まあ、収入があるわけじゃないですか。そうですね、給料とか、はい、で若くして稼げるってなったら、はい、アルバイトとかじゃなくて、はい、こういう外仕事がやっぱ稼げてたんで、はい、まあ、優越感じゃないですけど、まあ、みんな学校でそれこそ遊んでる間に、はい、まあ、自分仕事してほしいもの買いまくったりとか。そうですね、普通にしっかり収入もらってますもんね。俺は遊ぶな、多分。
今はそんな遊べてないし、はい、うん、また遊びますよ大学行って遊びまくって、大学行って遊んで、はい、金なくなったら仕事して、あ、絶対楽しいぞ。いやー、自分ダメっすね。もう花から勉強なんてする気なんてない。勉強しんよでも入れないじゃないですか、勉強しないと。そうなんです。でも大学によるんじゃないですかね。すっばかな、大学行って、はい、そうしよう俺そうしよう、いや戻れんね、戻れんすってなんで今からでも大学行けるじゃん。あ、それは行けます。今押してるんですか今ちょっとやめようかな全然行きますって社長に明日言うわ変なぐらい間違いねで当時は僕の大学行きたくなかったんですけど、なんでそんな金払ってまで行かなかったのかな、はい、でも周りがやっぱ楽しそうなの見て気づく感じですよねそういうの全然なかったんですよね。正味その当時なんて大学生なんていくらでも、はい、引っ張れるじゃないですか別に大学行ってなくても社会人何年目とかなんで、ある程度収入もあるし、はい、他の同世代より収入あったもんで、はい、別にいいかなみたいななんだかんだ同級生とかの紹介で知り合えたりとかするんでね、なんでわざわざ大学行くまでもないかなっていう。同世代はお金めっちゃもらっとるもんね。そうっすね。でも一番だから、よくなんか地元で集まると、はい、収入の話しますよね。そうで、めっちゃもらっとるやんってなって、で、おごってよって言うんですよ。そいつは金もらさずに、はい、何とらんす俺ちょっと、もうこれ越しですけど、お前ら舐めんなおい、YouTube 越しにこっち汗水垂らして、そう夏、冬、暑い、寒いの中で仕事量が違うんだからじゃないですか毎日端くり回ってやっとって、うん、それは話違うだろうってまあでも今若い子はい、全然やりたがらんすもんね。ほら、足場ですか。足場も現場自体、ああ現場仕事が減ってるんですか、うん、求人とかも少ない。求人も減ってますね、まあ偏見ではないですけど、はい、昔に比べて根性ないなと思いますよね。その若い子入ってきても続かない。そんな、なんかゆとり世代、俺らもゆとりだけど、はい、そうっすよね。なんか違うですね。さらに、さらになんか壁があるんですよ。ああ、もうそういう、こういう現場にはもう向いてないじゃないですけど、そういう風になってきちゃ、うん、体質がそういう風になってきちゃってるんですかね。多分育ちがいいんかなと僕は思うんです。それこそ、だって今の方が優しいじゃないですか、会社的にも。うんうん、だって、分ら17、18の時ってもう一緒に行った親方に怒られたら間違いなく手とかで出てましたもんね。今絶対そんなのないじゃないですか。そうですね、ないな。もう顔中パンパンに腫れまくって仕事行くとか、はい、本当にやめたいとは思った時ももちろんあるんですけど、やっててよかったなと今思います。普通に環境は昔より良くなってる。良くなってると思いますよ。僕は昔、トシ君にやられてましたよ。本当ですか？だけど、トシ君は、仕事終わったら出られさしいんですよ。あー、もう、教育として。で、朝も、金ない、なかったじゃないですか、やっぱ入った当初は。おにぎりとか作ってきてくれて。めちゃくちゃ優しかったです。仕事ではバチバチですけど。そうなんですよね。仕事のオンオフあるんですよね。職人。結局、プライベートが楽しいもんで、仕事終わってからが楽しいもんで、あー、いい人だなって思ってついてたっていうのもあるんですけど。それだよね。それなかったら多分無理だと思う。無理っすね。俺も無理と思う。それこそ仕事中冗談とか言えんかったっすもん。冗談もうずっと俺走っとったよ。本当冗談言えんかった。俺怒られるなぁと思ってたら、もう仕事ができんから走るしかなかったもん俺は。なぁ、バリバリやるしかなかった。そうそうそう。今逆に新人で入ったら、いやでも同じことをさせたくないですよね、やっぱ。まあ、されたことはできることをコツコツとやらせるっていうぐらいじゃないですか。で、ま、本人のやる気次第で、はい、今免許とかないと上上がれんもんで、はい、あ、またちょっとじゃあそのトシさんとかが若い頃の世代とはまた変わってきてるんですね。多分そうですね、うん、まあ、殴られて覚えるじゃないですけど、はい、で今の子はそれを殴ったらダメだもんで、あ、それはあります。なんか違う教え方があるんかなと思うんですけど、うん、逆に優しくしたら優しくしたら甘えちゃうし、はい、うん、ね、うん、厳しくしすぎたらやめたりとかですもんね。それこそ今問題になってるパワハラ問題とかにつながっちゃうんで、はい、でもその分環境良くなっとると思うんで、うん、いいね
映したいけど。かわいい。奥さんがかわいいわ。また。奥さんの方めっちゃ面白い。なんか、また真面目な動画になっちゃったんですけど。まあでもそれが乗り換え道具じゃないですか。本当ですか。だって食事お客さんも見とるから。まあそれはそうですね。そんな感じですね。そうですね。また寒いんで帰りましょう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。また見てねー。